イスラエル空軍ガリラヤ飛行隊は、イスラエル空軍創設以前に、ハガナーの航空部隊シェリット・イビアに3番目に編成された飛行隊である。別名としてライオンスコードローン第3飛行隊としても知られる。1947年12月にシェリット・イビアの最初の飛行隊として、テルアビブ近郊のスデトブ基地に、テルアビブ飛行隊が編成され、 数ヶ月後の1948年3月には、シェリット・イビアの2番目の飛行隊として、南部方面を担当する、ネゲーブ飛行隊がニルアムーに編成された。ガリラヤ飛行隊は、上記2個飛行隊に続くシェリット・イビアの3番目の飛行隊として1948年4月5日に、ヤブネで編成された。ヤブネには、北部方面を担当する、 地上部隊のゴラニ旅団の司令部も置かれており、ガリラや飛行隊は、ゴラニ旅団を支援する目的で編成された飛行隊であった。編成時の航空機は、数機のオースターに加えて、ドラゴンラピードとボナンザが一機ずつといった状況で、同月中に一機の回 -24 アーガスが追加配備された。編成直後の航空作戦はたびたび、シリア空軍機の爆撃や、 地上攻撃に妨害されており、ガリラヤ飛行隊はこれを避けるために何度も拠点を移動することとなった。5月末頃には、ガリラヤ飛行隊は、ラマトダビド空軍基地に拠点を置いていた。イスラエル独立宣言後、シェリットイビアは、正式にイスラエル空軍となり、翌6月には、ガリラヤ飛行隊は、第3飛行隊と解消された。同時に、テルアビブ飛行隊は、 1> 第1飛行隊となり、ネゲブ飛行隊は第2飛行隊と解消されている。7月前半の10日間の間には、ガリラヤ飛行隊は4機のオースターで91、ソーティーを実施しロットン以上の爆弾を投下し、地上部隊を支援した。この作戦行動に対し、地上部隊北部方面の指揮官からガリラヤ飛行隊に3次が送られた。1948年の終わり頃には、 数機のパイパー株が追加配備されたが、ガリラヤ飛行隊で同時運用されたのは最大でも7機程度であった。1949年5月になると、ガリラヤ飛行隊、第3飛行隊はテルアビブ飛行隊、第1飛行隊、ネゲブ飛行隊、第2飛行隊と統合され、第100飛行隊に再編された。第100飛行隊はその後もイスラエル空軍の軽輸送。 連絡などを担当する飛行隊として現在に至るまでスデドブ空港を拠点に活動を継続している。ありがとうございます。